今さまざま調査中でございます。今出せるお話、まとめてまいりました。よろしくお願いいたします。直近の、点検でございますけれども、平成29年の2月10日にですね、報告を受けております。塀の上等についてでございますけれども、報告に含まれておりませんでした。なぜ報告に含まれていなかったか、原因については現在究明を行っているところでございます。当該塀は建築基準法を上で使っている不合しないものであると。建築基準法上、高さの規定であったりとか、その控え風の規定がございますけれども、今回につきましては、その控え風がですね、必要であった高さであったにもかかわらず、それが設置されていなかったという部分について、建築基準法を適用しないということで、お話していただきます。つまり違法建築物だということですか？現状の基準に合わせると、適用でないということですね。